たまです。今日も一日お疲れ様です。今回はゲーム実況者である私のとある一日をお見せしていきたいと思います。私かなりの引きこもりなんですけど、その割にはね、意外と忙しくしてたりするんですよ。忙しい引きこもりって珍しくない？では最後までご覧ください。私はですね、どんなに遅く寝ても朝はちゃんと起きるようにしてます。そして洗面所に向かう流れでお掃除ロボットを起動します。この時期は目覚めが悪いので、シャワーを浴びて目を覚ましちゃいます。春ってなんでこんなに眠いんだろう。寝ても寝ても眠くない。共感してくださる方はチャンネル登録と高評価で教えてください。洗顔、スキンケア、歯磨きを済ませて朝の身支度は完了。あ、今日は撮影メインの日なので、先に着替えちゃいました。かっこ上だけ。下部屋着って YouTuber あるあるじゃない？そしたらここで朝の癒しタイムに入ります。最近ハマってる猫と秘密の森っていうアプリが本当に癒されるんですよ。お家を家具で飾ったり拡張したりすることでいろんなね猫ちゃんが遊びに来てくれてもうめちゃくちゃ可愛いんですよね。家具は集めた木材で作れて時間経過で完成するので朝のうちに作っておきます。いやー朝から癒された。今日の朝ごはんはバナナスムージー。凍ったバナナと牛乳を混ぜるだけでめっちゃ美味しいスムージーができるんですよ。甘党なので甘味料も入れてます。さあ、レッツミックスと思ったらね、なんか動かなくなりました。そしてこの顔である。もうね、自力でシェイクしましたよ。ミキサー自力で振る人見たことないんだけど。ボトボト言ったけど。まあでもね、味はね、普通に美味しかったです。スムージー飲んでるのにもぐもぐしてんのウケる。ごちそうさまでした。朝ごはんを食べ終わったら、ここからがゲーム実況者の本格的な活動。まずはコーヒーを飲みながら撮影する企画を考えます。私はね、企画を考えるのが本当に苦手で、ここにめちゃくちゃ時間かかっちゃうんですよ。でもね、ちゃんと私らしさが出て、全力でみんなを楽しませることができる企画を頑張って考えてます。この日に撮る企画が決まったので、撮影の準備をしていきます。今日のコスメを選んでいきまーす。浮きたの！基本、ピンク系のメイクをしてます。カメラで撮影すると、メイクって結構薄く見えるので、プライベートより濃いめのメイクをしてます。たまにメイクの質問をいただくんですけども、興味ありますかね？リクエストが多ければ動画にしようかな。リップ以外のメイクが終わったところで、お腹が空いたので、お昼ご飯にすることにしました。最近はもっぱら宅配のお弁当を食べてます。レンチンするだけなので楽すぎる。さあ、お弁当を温めてる間に猫ちゃんたちに会いに行きます。遊びに来る猫ちゃんは時間ごとに入れ替わるので、どの子が来てくれてるかなーってね、そこも楽しみなんだよね。猫ちゃんだけじゃなくて、効果音とか BGM もね、かなり癒されるんですよ。としている間にお弁当が温まりました。いただきます。今日のお弁当は焼き鳥の柚子胡椒味。お昼ご飯を食べ終わったら撮影の準備に戻ります。ヘアセットも欠かせません。言うて大体ツインテールするだけなんですけどね。本当に気が向いたら巻いたりすることもあります。少し前からインナーをね、ピンクと紫にしたんですけど、めっちゃ気に入ってるんですよ。期間限定にしようと思ってたけど、好評だったら続けようかな。ただね、たまーに外出るとき目立つのが怖い。ヘアセットが終わったらリップを塗って撮影の準備完了。早速、一本目の撮影が始まります。どうも、たま
様です。今日も一日お疲れ様です。このように挨拶をね、かなり言い直してます。ひどい時は挨拶だけで10分以上かかることもあります。ではでは早速レッツゴー、遊びに来てください。ではでは明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。次の撮影に移ります。この時はね、服装と髪型を変えたりしてます。はい、約6時間で4本の動画を撮影しました。この時ね、見てわかるほどテンションが低いと思うんですけど、なんと4本中3本撮影ミスをしてしまいました。本当にしんどかった。撮影が終わったらジュースとお菓子で心の栄養補給をします。最近ね、酸っぱいジュースと酸っぱいグミにハマってます。そしてそのまま編集タイム。よくコメントで編集を褒めていただけるんですけども、それがね、本当に嬉しいんですよ。実況だけでなくて編集にもね、私らしさを出したくてこだわってるので、それが伝わってるんだなーって思うと、編集頑張ってよかったなーって思います。ちなみに動画1本あたりの編集にかかる時間は平均8時間、長いと12時間超えることもザラにあります。めっちゃ髪の毛ボサボサだな。顔もなんかもう目が死んでる。ある程度編集したらお風呂に入ります。普段はシャワーだけで済ましちゃうけど、たまにはね、湯船に浸からないとだよね。ぶっちゃけ2ヶ月ぶりぐらいに湯船に浸かりました。そしてお風呂で癒されながら猫ちゃんにも癒されていきます。朝のうちに作っていた家具が完成していました。こんな感じでね、この猫と秘密の森というゲームは、忙しい生活の中でも隙間時間にコツコツ楽しめるアプリです。あとね、勝手に広告に移動しないし、レベルアップとかの強要もないから、ストレスフリーに楽しめちゃうんですよ。自分のペースでね、まったりプレイできて、今ではもう私の日常に欠かせない癒しの存在となっております。ぜひね、猫好きの方、そして癒しが足りてないよって方は、概要欄をチェックしてみてください。ちなみにね、推し猫できますよ。私の推しはね、このうさぎの子と、この子なんだけど、めっちゃ可愛くない？着せ替えアイテムも木材で交換できます。めちゃんこ可愛い！ということで、ゲーム実況者の一日はいかがだったでしょうか？最後にチャンネル登録と高評価、コメント、そして SNS のフォローよろしくお願いいたします。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。